ちょっと 誰が見てるか分からんから。ああ、じゃあツイキャスも、ライブを開始でいいんだね。はい。はい、いいよ。すみませんね、静かで。あの、Facebook 動画をご覧の皆さん。今ちょっと。今からです。そう、今から本番なんですよ。はい、チャージじゃ、はい。あの、FM ギノワンという放送局の、ギノガルフという番組をこの後、はい、9時からスタートいたしますので、はい。前半のみ、この Facebook 動画もね、配信しますんで、よろしくお願いいたします。はい。はい、ね、ありがとうございます。なんじゃこりゃ。いいですね、おじさんたちのピースを。いいです、ね、おじさんと優子のピースよし。ああ、そうかスイキャスの皆さん、こんばんは。あ、もう来てますね、もう来てますね。お願いします。はい、しゃべくり倒すでオープニングのとこ優子だからちょっと静かにしてもらっていい？ちょっとじっとしときましょう、ね。では始まります、はい。よろしくお願いします。お願いします。どっちかお願いします、はい。女子力の話をしたいんですけど、はい、あのやっぱ女子力って超大切だと思うんですね、はい。でまあ大体中学校ぐらいから思春期に入って、うん、こうね、女子はこう、うん、女性らしくなっていくというか、はいはい、可愛くなっていくと思うんですけど、うん、よくね、私周りの友達とか先輩とかいろんな方に、うん、女子力がないって言われるんですよ。あ、そうなんですね、うん、女子力がないって結構言われ続けていてて、うん、で自分でもなんか分かりはするんですよね、うん、こうサバサバしてるし、うんうんうん、他の女子と比べたら、うんうんうん、やっぱ、うん、あの男兄弟に挟まれてるので、はい、まあ、男勝りな部分もあったりだとか、うん、でみんなあのアドバイスしてくれるんですよ、自分に。あ、どうやって言えば、そう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 、ゆう子はこうやった方がいいよとか、ゆう子はもっとこっちをこうした方がいいっていうのを言ってくれるんですけど、うん、もうダントツで言われてるアドバイスがありまして、うんうん、なんだかわかりますか？女子力上げるために、はい、ゆう子はこれだよってもう絶対に言われるんですけど、本当に。あ、わかんない、なんですか？じゃあ、もうこれをね、まあ、ラジオで言うのもどうかって思うんですけど、うん、ダントツで言われるもの、うん、喋るな。ギノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。こんばんは、 OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子です。さあ始まりました、ギノガルフ、はい。それは難しいな、優子。喋るなっていうのはね、なあ、難しいですよね。難しいよね。あ、喋らなければいいのにねみたいな感じで。喋るとなんでダメなの？見た目第一印象が結構自分クールっていうか、うん、こう静かそうな子に見えるみたいなんですよ、うんうん、喋らなければ、うん、最初ね、うん、あ、どうもみたいな感じなんで、うんうん、だけど喋り出したら崩れるらしく、あ、そのイメージ、そうそうそう、イメージと全く違うってよく言われるんですけど、うんうん、だからまあ男性にさすがに言われたことはないですよ、うん、お前喋らん方がいいぜとか言われたことないですけど、うん、もう女性にダントツで言われますね。喋るなと。もう喋らない方がいいよマジで、ニコニコしとけって超言われるんですよ。あ、なんか、いやー、でもそれは優子は優子らしくいた方だよね。だからマジで1秒も守ったことない。マジで1秒も守らない、守らない。1秒は守ろうよ。1秒も守れない。1秒も守ったことない。いや、あのさ、まあ女子力って言うけどさ、うん、女性の思う女子力と男性の思う女子力って違いますからね。違いますよね。あ、やっぱあれですよね、この男性が好きな顔のタイプと女性が好きなこの女性の顔のタイプも違うって言いますよね。そう、顔のタイプとかではなくて、多分求めてるものはその例えば家庭的な部分だったり、例えばご飯作るのがうまかったりだとか、うん、
少しその気が利く部分があったりだとか、はいはいはい、なんかそういうのに女性らしさを感じることが多いと思うよ男性は、うん、なるほど。ただ女性からしたらやっぱり自分を磨いたり、そうですね、綺麗にすることが女子力だと思ってる方もきっといると思うんですけど、そうが多いですね、ね、多いです。きっとそうだろうなと思うんですけどね、うん、男子力ってでもないですね。まあ言われない、言われない、男らしさになるね。あ、そうか、男らしさになるのか、うん、表現として。自分はレディーファーストとか、あのちゃんと見てる人です。なるほど。お店に入る時とかに、なるほどね、こう例えば自分先にある人は絶対にこう扉を開けてはいどうぞってやるんですけど、うん、次に来た方が例えば男性で、うん、パッて中に入ってこう止めてくれる人とか、うんうん、あ、いいお酒行っていいよってこう言ってくれる人とか、うんうんうん、レディーファーストは意外に女子見てますから、あの、うん、言わないですけど、ね、結構見てますね。あの露骨なやつじゃなくていいでしょ。あ、もうそれはもう露骨な人はなんか、ね、例えばさ、車をこう迎えに行って、そうそうそう、はい、一回こう運転席から降りて回って助手席がどう、それは、あ、いいんだ、いや、自分一回やられたことあるんですけど、あの逆に自分が恥ずかしくなっちゃいます。そこまでじゃなくていいでしょ。そう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 、例えば内側からドア開けてどうぞとかだけでもいい、うん、いいです、全然、うん、あれも自分嫌です、あのカバン持たれるの、なんか、あ、そうなの、うん、日本はあんまないって聞くんですけど、このカップルとかでよく、でもたまにね、学生とか道端歩いてるの見たら、うん、この彼女のなんかスクールバッグを持ってあげてるんですよ、うんうんうん、いやいやいや、そんなそのバッグ肩でも脱臼する持ったらと思いますもん。全然持てるよねっていう。ああ、そうなんだ。けどね、俺持ってたな。なんでですか、え、なんで、どういう気遣いで持つんですかこれって。いや、重いだろうなと思って。まあそうですよね。じゃあ荷物なら分かりますよ、買い物をした、いや、例えばそれが、うん、もうものすごいたくましいね人、もう全然あの大丈夫な人だったらはい、はい、持ってくれ、なんなら俺のも持ってくれっていうかもしれないけど、まあ基本的にね、一般的な感じだったら男性の方が力仕事というか、うん、なるほど、だから買い物とか行っても自然に持ちますよね、荷物はいいんですけど、この女性の女性のカバンを、あ、そういうことっていうのがちょっと自分なんか、うん、なるほど、なるほど、うちの嫁さんとかも明らかに俺両手塞がってるのに持たそうとしますから、ね、逆に、な、俺な、逆に頭に乗せればいいのみたいな、東南アジアスタイルいいですね、うん、あ、昔沖縄にもそうやって物を販売してた人いたの知ってます、うん、はいはいはい、知ってます、なんかたらい、たらいを頭に乗せてね、はい、魚とか野菜とか、かりゆし58のアルバムとかにね載ってますもんね、なんか、あ、なんか写真とかで ね、あったりしますけどね、なんとなくはいたような気がするんですけどね、小さい頃までね、うん、あとね、喋らなければって話で一つ僕も思い出したんですけど、うん、はい、あの目覚ましテレビの占いで、うん、あ、はいはい、12位だった時があって、はい、ほら11位だったらもうしょうがないじゃないですか、まあ、もう悪いな、まあね、うん、12位の人ってなんかその12位だけどそれを、回避するためにはみたいな、はいはい、ラッキーパーソンみたいな、なんかアドバイス的なのがある、ね、うんうん、口数を少なくって言われたんです。お仕事をねこれからラジオに向かう、無理無理、だから同じ状況ですよ、あ、これは無理だっていうのがありましたね。口数を少ない、これからたくさん喋るけどなって思いましたね。さあさあ、じゃあもう進めていきましょうか、はいはい、おなじみのこの1週間何があったのかなのオープニングトーク、じゃあ矢田さんから、はい、はい、そうですね、この1週間というか本当に昨日ですよ、うんうん、スマホをなくしまして、あらあらあら、これは痛いですね、ブルーですね今日は本当に、1日朝からブルーです、このご時世あれですよ、下手したら財布よりそうなんですよ、なくしたらダメージあるかもしれないですね、不安で不安でというか、うん、まあ、あの昨日 FEC の友地さんと、はい、まあ、飲みに行く、はい、まあやっぱお酒か、お酒なんですよ、ね、なんだ、じゃあ自分が悪いじゃないですか、自分が悪いっていうか、いや、お酒が悪いかなんてかないや、まあ、聞こう、まあまあまあ、ゆうこ聞いてみよう、はいはいはい、まあ、ただ本当どこでなくしたか本当わかんないですよ、うん、まずはちょっと餃子屋さん行って、二の二っていう、ああ、行きたいとこだ、美味しい、今日食べログです検索してた、あ、本当2号店美味しいからさ、はいはい、どっちも美味しいんだけど、そこ行ってで2軒目に、まあ、カメラマンの、まあ、行きつけの、まあ、ちょっと飲み上がるって言って、皆、うんうん、さん、すみません、あのドンってやるとまた音が入るんで、あ、すみません、叩かないでもらっていいですか、ちょっと、はい、これ毎週こんな感じで喋るのになかなか、ね、難しい、続けてください、まあ、それで行って、はい、でないん、それ帰ったらもうないんですよ、うん、気づいたのはいつ、今朝です、
今朝。じゃあ夜の記憶はもう全くないわけですね。そうなんですよね。まあ、タクシー会社にもその二の二にも電話したんですけどなくて、うんまあ、ちょっと2軒目の飲み屋がまだ空いてなかったんでまだ電話しないんですけど、多分まあそこにあったらいいなって感じなんですけど、うん、今日じゃあ本番中にかけましょうよ。ああかけてみる。いい、ね、ああいいですよ、いいですよ。あるかどうか、あるかどうかね。楽しそう。ちょっと後でちょっとじゃあ番号を調べて、はい、はい、いいですよ、かけてみましょう、はい、これ電話つなげてできる、できる、つなぐの、つなぐの嫌だな、なんで、なんかまあいいか、いやよくないよ。あ、なんかじゃあ普通に電話かけて、そうだね、うん、あの会話は聞こえないような感じでやります、ね、はい、okay. だって店名とかなんかいろいろ言っちゃうからさ。ああ、うん、まあ、別に店名は言うだろう言わないとおかしいですよ。そうかそうか、なんかもしかしたらすんごいなんかね、ああかもしんないさ。わかりました、じゃあちょっと後でいろいろ試してみましょう、はい、はいはい、じゃあもう今それがショックで、ショックで、まあ、この間もだって USB もなくして技能ガルフ終わった後に、ああ、なんか言ってましたね、最近なんかなくしてばっかなんですよ、うん、ここでなくしてるんですよ、USB はね、技能ガルフで、うん、ロッキーから USB 受け取ったのは覚えてるけど、そっから後がねないんですよ。この距離でなくすっていうのが逆に難しいですね、うん、難しいで、ね、見つからないのも見つからない、ね、ここじゃない、ゆうこちゃん、あの喋るな今日はもうなくしてるから凹んでるのと、いろんな感情がね、じゃあじゃあゆうこ、はい、行きますか、土日両方ともイベントがあって、で日曜日に国際通りの定期イベントがあったんですけど、はいはい、いつも外でイベントをやって、うん、終わった後にこの室内に移動して即興の劇とかやるんですね、はい、ただ、この日曜日だけは特別企画ということで、うん、OBP のジェスチャーゲームをやったんですよ。ほうほう、ジェスチャー大会、うん、チームに分かれて、うん、それがまあ盛り上がったし、うん、まあ悲惨だったっていう。ジェスチャー具体的にどういう風に、あ、これは何をしてるでしょうか、うん、そうですね、うん、あの、うん、マネージャーさんとか、うん、このスムージーカフェのスタッフの人にあらかじめ書いてもらって、うん、いろんなもの、うん、ね、タコとか、うん、ヘビとか、うん、電子レンジとか、あ、なんか写真部の、あ、あった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 、あ、なるほどね、あ、写真部部長、これ何やって、あ、何かを表してるんだ、そう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 、これはね、蛇ですね、あ、蛇、お題が蛇、そうそうそう、あ、なるほどなるほど、で、このちょうど今写真に写ってたマリンが、うん、あの、すっごいこの難しいのばっかに当たるんですよ、うんうん、で、体を張ってやってるんですけど全然伝わらないなるほどね、ただ寝てる、なるほど、あ、これを誰が当てるの、これを、このメンバーチーム、同じチームのメンバーが当てて、ね、はいはい、で、この当てた個数が多かったチームが勝ちっていう感じでやったんですけど、はいはい、1回で決まらなかったんですよ、うん、5と5で一緒 で、うん、で、じゃあ2回戦行こうって言ったら2と2でまた一緒で、うん、3回戦目で1と3で、この自分のチームは負けたんですけど、マリンがいるチームが勝って、うん、で、これを予想してたお客さんにどのチームが勝つか、うんうんうん、で、予想が当たったお客さんの中からじゃんけん大会で、うん、勝った1名に、うん、まあ、OBP の全員からサイン入りのポスターをプレゼントする感じで、ポスターね、はい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 、こういう感じでちょっと、あ、じゃあもう行った方はこれは、はい、ね、スペシャル企画でやったので、そうそう、これからちょっとね、いろんなゲームやってこうって話して、うん、まあ、お客さんも参加型っていう、ね、いいですね、うんうんうん、本当にすごくなんか盛り上がりました、うん、なるほど。でもやっぱあの、やっぱ写真部部長のこの写真の出し具合のタイミングがもう絶妙です。完璧ですよ。本当にびっくりしますね。やっぱセリフもなんか先読みしてるかのような。この流れだとこの流れだとこれいくなっていうのをね、準備してね。さすがです。どんどんすると。あ、そうか。静かにしてます。そんなになってるんですね。そんななってるんです。意外になってるんです。なってるんですね。はい、ちょっとマイク変えてもらっていいかな。ね、これだから先週も言ったけど、これ飛び入りゲスト用のマイクだよ。近いから、近いからね。いいですよ。じゃあ、僕も、はい、ちょっと短めに。その、日曜日なんですけど、キセカントリーで、名護市のね、キセカントリーで行われた、はい、男子ゴルフの、日本選手権を見てきまして、うんうん、この番組スポンサーのグッドフィールドグループの、はい、方と一緒に見てきたんですけど、うん、まあ、その方、ゴルフ大好き で、はい、で、僕も一緒に何度か回ったことあるんですけど、うん、じゃあ、一緒に回りましょうって言って、うんうん、1ホール目から、18ホールまで歩いたんですよ、うん、へえ。わお。そうしましたらあなた、うん、キセカントリーって起伏に富んだコースなんですよ。ああ、そうなんですね。すごいアップダウンがあるんですよ。普段カートに乗ってるからそんな感じないんですけど、うん、まあ結構な距離歩きましたね。で、日曜日って雨だったんですけど、午前中、はい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 、午後から天気が良くなってきて、はいはいはい、すっごい暑かったんですよ、うん、そうしましたらもうこの方が準備が素晴らしくて、うん、日傘も用意してて、あら、すご
ごい、どうぞ使ってくださいって。さすが、さっとうちわも出してきて、よかったです。うちわも、もうね、準備に抜かりがなくて、あれがなかったら僕倒れてましたね。あ、普通はカートでもあるんですか、ゴルフ場って。そうそう、打って、その打った距離のところまでカートでバーって行って、じゃあ2打目打ってっていう流れなんですけど、うん、それを歩いて行ったんですよ。で、沖縄の宮里優作、沖縄出身の、うん、沖縄宮里優作選手のパーティーが一番ギャラリーが集まってたんで、うん、じゃあそこまでまず行こうと。いたらもうやっぱすごい人だかりなわけですよ、はい、でちょっとプレーを見て、じゃあ一回通り過ぎようと、はい、で前の方に片山慎吾さんがやってるパーティーからそこまで見て戻ろうって言い出したんですよ。でその時に俺ちょっとこれ限界かもなと思って、うんうん、すいません、じゃあそうじゃなくてこう言ってこう言ってここでこう見ましょうって最短ルートを提案してやって、まあ、なんとか、うん、なんとか、まあ、でも途中途中休憩も取ったんで、うん、すごく楽しい、時間だったんで、その優勝の瞬間まで見られて、そうなんですね、すごい。で優勝した後そのスコアをこう報告しに行く間に観客の間を通るんですけど、うん、ハイタッチもできまして、宮里優作選手すごい。でね、後々気づいたんですけど、シャトルバスで来てたんですね、はい。でそのバス待ちで並んでる時にすっごいなんか細い女の子が大きいサングラスで帽子かぶって、うん、やけにこうカメラとかいろいろ向けられてるなと思って、うん、後で気づいたら宮里愛さんでしたね。あ、愛ちゃん、あ、そうなんだ、妹さんなんだ、そう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 、うんうんうん、本当に芸能人かなと思って見たら、後々映像で見たらあれは宮里愛さんでしたね。ご家族全員来てて、すごい、うん、そう、だからそういうすっごくも楽しい貴重な瞬間を見ることができて、うん、よかったんですけど、ただもう那覇に戻ってまだまだテンション上がってるわけです、はいはい、これはスムージーカフェに行きませんかと。お、なるほど、 OBPA がいますよと、うんうんうん、ね、うん、行ったわけですよ実は、はい、行って着いたのが5時半ぐらいで、はい、着いた瞬間にマネージャーさんがいて、あ、カナさん今ちょうど終わりましたって言われて全プログラムが終了したタイミングで入って、みんながもう着替えて帰るタイミングでした。はい、一人一人、そう、一人一人はけていくっていうのを見送る時間でした。自分もちょっとその後に予定があったので、はい、もう挨拶にバッてして、すいません帰りますって言って、あ、またねまたね、本当に1分ぐらいしか顔合わせてない。あ、そうなんだ、そうそうそう、ありがとうございます、まあ、いや、いいんです、いいです、あそこでやってますよってその、ね、うん、グッドフィールドグループの方にもちょっと、なるほど、紹介してね、紹介したかったんで、今度矢さんもぜひ一度、あ、もうぜひ行きたいです、ね、イベントやってる時にね、うん、行きましょう、はい、じゃあちょっとツイキャスの方もだいぶご覧いただいているので、うん、行きましょう、一発ゆみさん、はい、こんばんは、こんばんは、何も思いつかないので普通にこんばんは、それでいいんですよ、こんばんは。沖縄にワンチュールさん、こんばんは、明日から3日間沖縄に帰省しますということで、はい、プレゼント当選してましたんで、ぜひ取りに来てくださいね。で、猫の大吉さん、今週も来たにゃということで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。泉さん、特急サザンさん、こんばんは、ダイアンビシエドです。今日は打ってないんでもういいです、ありがとうございます。さっき途中経験見たら8対1で負けてました、リードされてました、中日ね。アルファウィング兼ひとみん神吉さん、どうもこんばんは、ミントチョコくんです。ミントチョコくんって何ですか、なんだろう、ちょ、知識不足で申し訳ない、アイスかな、そうですね、はい、はい、こんばんは、猫ひろしにゃ、あ、これでしたね、ごめんね。アキーさん、こんばんは、女装したいの、いや、いいんじゃないですか。52、これはもうね、うん、いいんですよ。埼玉の NK 俊さん、こんばんは、横浜の小室です。この間小室哲也来てたみたいですよ。え、そうなの、沖縄に、そうそうそう、何でしたっけ、クラブ那覇市の、あ、エピカ、あ、エピカ、あ、エピカ、そうそうに来てたんだ、はい、すごい、客としてってこと、違うわ。え、なんで、いやいやいや、ゲストでしょ、ゲストで、はい、で、なんていうの、回して、いろいろ曲かけながら、すごい、そうやってたらしい、いや、盛り上がるでしょ絶対、そう、ね、めっちゃ盛り上がったらしいですよ。ニソミコミスキーさん、こんばんは、ミートボール。ミートボール。長屋のダンサーさん、こんばんは、 K ウンスクです。なんでもいいんだな、ウンスク。返事になってる。つよぼんさん、ね、こんばんは、あさってから東京に行ってしまうサルマンハシミコフです。なんかつよぼんさん行ったり来たりしてますよね。ね、あ、そうですよね、はい、サルマンハシミコフ、はい、いい選手です。レスリング出身のプロレスラーですね。あとはもう、こんばんはは大丈夫ですか、
こんばんは。あ、ジェットインコーチさん、こんばんは。アーラミーバイです。ね、片山慎吾さんが釣った魚ですね。はい。あ、スマホはあれですか、 GPS 機能はついてなかったんですか、とついてるんですけど、なんかもう電源落ちちゃってて、うわー、これきついね、わかんないんですよね。うん、あと川崎さん、こんばんは、木村翔之助です、ということでね、ありがとうございます。はい、残った、はい、タッケさん、こんばんは、ルイス・ハミルトンです、どうも。以上で大丈夫ですね。はい、はい、何言ってるんでしょうのコーナーでした。ありがとうございます。はい、さあ、ということでここからまた通常通り進めていきたいと思います。はい、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りします。ギノガルフ。かけてみようか。うん。二の二ちょうどあれです。二の二はでも事務所の前です。うん、二の二はさ、かけてなかったんで。うん。そのね、おばさんスナックみたいなところあって。ああ、なるほどなるほどね。そうかそうか。ちょっとだからマイク離れてあっちで。マイクオフって。うん、だからここだ、ここだと全部聞こえるから。ああ。ちょっとオフって。あ、でも別にここに入ればぐらい。大丈夫。別にいいかな。うん、あ、この回線でつなぐのがちょっとね、なんか向こうも了解了解、そうね、うん、勝手にやっちゃう、うん、こういうとこ真面目、うん、真面目なんだよ、こういうとこ。スマホ忘れたことないから、なくしたこともないの。2度目ってなくさないよ、ね、なくさないです。10秒前です。お酒かな。お酒だろうね。お酒ですね。5秒前。番宣、待って待って待って、お尻クラッカー、3、2、1。だいぶ若っぽいな。空気が本当に。神田邦弘、岩井優作、 OBP 沖縄美少女プロジェクト、ゆうこでお送りするギノガルフ、毎週火曜夜9時放送。空気が本当に。いいですね、新しいシングルが。まあ、番宣ですね、今ちょっと。いいです ね、空気がって言ってる。ゆうこちゃんの空気が本当に。パフってきたからそう、本当にパフってくるから。あ、久しぶりにまたお尻クラッカーも、はい、ね、ね、いいですね、うん、はい。さあ、では行きましょうか。ここからは、グッドフィールドグループからのお知らせです。ゆうこ、お願いします。はい、今日はアーノルドパーマータイムレス 3A 那覇メインプレイス店をご紹介します。昨年9月にオープンした那覇メインプレイス1階、ハンズカフェ向かいのアーノルドパーマータイムレスは、ハッピーライフ、ハッピーファッションをコンセプトに、元気な遊び心を取り入れたリラックスカジュアルな商品をメンズ、レディース、キッズと取り揃えています。4月からは生活雑貨も増え、おなじみの傘マークのビッグロゴの入ったマグカップ、親子でお揃いのエプロンなど、贈り物にも喜ばれるラインナップになっています。沖縄限定のポロシャツシリーズも人気があり、メンズのサイズ展開も幅広いので、父の日のギフトにも最適です。今ならギフトボックスでの放送も無料です。長い歴史のあるブランドなので、懐かしいと喜ばれること間違いなしです。この機会に、日頃一緒に出かけることが少ないお父さんと、ぜひ一度お店に足を運んでみてはいかがですか。お問い合わせは 098-988-9228、 098-988-9228 までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで今週はアーノルドパーマータイムレス、はい、はい、3A那覇メインプレス店ということで、うん、以前にもね、紹介したことありますけれども、はい、そうなんです、メンズ、レディース、キッズ、うん、いろんな種類がありまして、この間もね、僕ちょっと覗いてきたんですけど、はい、親子連れで、あ、なるほど、来てる方結構いますね。あ、うん、自分も土曜日前通ったんですけど、うん、確かに多かったです ね、うん、やっぱキッズもあって、またね、パラソルのこのね、このこれですよ、はい、はいはいはい、おなじみのね、おなじみのね、そうこれすぐ目にね、止まると思うんですけど、うん、はい、で、どういうものがあるかと言いますと、まあ、おしゃれな感じでポロシャツとか、はい、沖縄限定、はい、グッズもね、結構こういう感じでいろいろ種類が豊富なんですよ。
そっちか、はい、そうなんだね。沖縄、うん、またグッズ、沖縄、また沖縄限定のポロシャツもある。また4月からもね、いろいろあるということで、結構あれですよ、メンズのポロシャツとかって、うん、女子にも人気で、うん、あのちょっとダボっていうか、はいはい、わざとメンズの T シャツとかポロシャツ買う子多いんですよ。あ、なるほどね。なんで、まあ、メンズにとらわれなくても、うん、女の子も結構いいと思います。自分は好きですね。あ、いいですね。いいですね。はい、はい、で、これはグッズですね。はい、マグカップとか。ああ、かわいい。ね、まあ、次は父の日が来るので。あ、そうですよ、6月、はい、そうそうそう、ね、ギフトボックスも今なら無料ということで、うん、優しいね。いいですね。まあ、どうしても母の日に比べると、うん、父の日って、そうです ね、そうなんだよな、忘れがちですけれども。なんですかね、うん、何をね、自分もよく分かんないです。父の日って何したらいいんだろうと思います。なんかあげて、ね、ありがとうって言えばいいんじゃないですか、ね、そうですよね。なんか母の日だったら、うん、こう何をあげようって結構ね、いろんなものを思いつくんですけど、うん、まあ、なんかイメージができますからね。あ、なるほどね、うん、イメージが分かんないのか、父の日、うん、父の日分かんないんで、うん、自分ちょっと行ってみます。あ、いいですね、はい、行ってみて。ぜひ、サンエナハメインプレイス の1階です、はい、で、ハンズカフェの向かいにありますので、うん、ぜひね、皆さん足を運んでください。よろしくお願いいたします。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、じゃあ伊波さん、はい、さっき話に出た、あ、そうだ、あ、スマホ、はい、スマホなんですけど、うん、ガラケーは持ってるんですね。ガラケーは持ってるんです。ちょっと仕事用にそれで、はいはい、持ってるんですけど、かけてみます。かけてみましょうよ。実際俺もね、気になってるんで、はい、そのあるかどうか。でも開いてるかどうかまだ分かんないです。ないです、いいです。これはそれはそれで。あるといいけど。はい、おばさんスナックって言った言い方おかしい。あ、いいです、いいです。だから、二次会的な、ちょっと気軽にまた飲めるところですよね。ね、うん、今、電話しておりますので、はい。普通にかけましょう。いや、いいです、いいですよ。うん、あるかな。これが生放送のまたコミュニティだ。はい。あ、どうもこんばんは。すみません、昨日ちょっとそちらに邪魔したイハですけれども、はいはいはい。スマホを俺自分なくしてしまって、なんかそっちになんか忘れてたりしませんかね、スマホ。はーい。あ、今ね、はい、探してもらってるのかな。ね、あ。昨日12時ぐらいに行ったかな、友治さんと一緒に行った、はい、FH の、はい、そうです、そうです、はい、そうそう、情報はね、しっかり伝えないといけないんで ね、あるかな、これあったらいい、ね、今ちょっと待ってくださいね、探してもらってるんで、うん、あったらいいな、いや、本当にあったらいいね、うん、うん、逆にないと困るからね、どこってなるよ、ね、あとどこだよってなりますからね。いやー、いいですよ、こういうのね、思いついたのをやっていく番組ですから、ね、はい、聞こえます、今留守電の、聞こえないんで、全然聞こえない全然聞こえないんで、聞こえない、ちょっとね、あんまり直で結ぶとちょっと相手にも、そうですね、そうね、急にね、びっくりしちゃう、はい、はいはいはい、いいんです、いいんです、音は割と長いですね、完全に今探してますよ、今状況説明しますと、伊波さんが昨日スマホをどこかでなくしまして、そのたどったお店に電話をかけて、忘れ物でありませんかという確認の電話をしているところです。今日ね、だから嫁にもそのスマホなくした、ちょっとないって言ったら、さすがにちょっとムッとしてましたね。実は2回目で、あらら、あ、来た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 、はい、そうです、そうです、はい、はい、あ、そうですか、あー、わかりました、残念、入った、はい、残念だな、あ、すいません、お願いします、はい、はい、ありがとうございます、また行きます、はい、ないってさ残念だね、残念だね、これ2件目ですか、これ2件目です。2件目でも帰りました。ああ、そうですか。なるほど。1件目は電話したの ?1 件目は電話しました。2の2には。ああ、電話した。餃子屋には電話して。なかったんだ。うん、ああ、もう、ね。もうちょっとね。移動はどうしたの？いや、タクシーです。で、タクシーにもない。一応、ないっては言ってましたね。そうですか。もう1回かけてもちょっと、あるってことあるかな ?2 の 2? あ、いや、タクシー。ああ、いいんじゃない、見つかったかもみたいな。でもこれいいよね、もう別にもう。うん。後でやった方がいいよね。
あタクシー、うん、そうですね、まあまあ、時間かかるかもね、そうですね、うん、まあまあそうなんですよ。だからあのさ、うん、これあんまり他で言ってないんだけど、うん、実は俺おふくろが一回携帯落としたことがあって、はい、でその携帯が全然違う場所で見つかったのよ。え怖い。怖で電話かかってきて、そのなんて植木のとこに捨てられてとか投げ捨てられてたんですけども、うん、ってみたいな感じで、お心当たりあるんですかって言ったら、いや全然違うとこにいたんですって話をして、うん、じゃあこれ僕息子なんで取りに行きます、うんうん、あの大野山で落としたはずなのに、はい、新都心にあったの。怖い。なんで。で、これ DFS のスタッフの人から連絡が来て、はい、でそういう会話になって僕取りに行って、あの確認したいんですけど、あこれ確実にその電話あのおふくろのですと、うん、1あのもう分かりやすい番号短縮番号を入れてあるから、はいはい、1番だったらあの親父がかかって、2番だったら兄貴かかって、はいはい、3番だったら僕かかるようになってます、うんうん、なるほど、3番押したらここの電話になりますっていうことをいろいろ説明してやって確認が取れて、うん、取ったわけ、うん、で、でいろいろこういう話を聞いたら、うん、携帯電話って今買い取りをやってるらしいわ。あなるほどね。買い取り、それで売るってことか。そう売れるらしいわ。でたまたま俺その電話設定自分がやったんだけど、うん、暗証番号をなんとなく変えてたわけ、うんうん、何もしなかったら多分0000とかになってると思うんだけど、なんとなくで俺変えてたっけ番号、うんうん、それで初期化できなかっただと思うわけ、うん、スタッフの人に聞いたら、一度これやってじゃあ初期化しますんで番号あのお願いしますって言って、うん、できない人は買い取りしないんだって、うん、それで持っててもダメだからもうどうしようもないから、うん、多分植木に捨てたんだろうっていう結論に達しまして、だからダメですよ皆さん、本当にこういう人がいるので怖いですね。今携帯だからスマホって今結構高く、ね、売れたりするじゃないですか、うん、どんどんごめんへこましてごめんねそうですよね、うん、ね、ね、いやだからちょっと見つかることは願ってるんですけど、うん、そういう悪い人も世の中いるのでね、まあそうですよね、うん、まあ、ちょっと気をつけていただきたいなと。帰ろうかないやダメ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 あと30分あるんで、まあ、あの飲みすぎないようにということですね、うん、そうですね、もしくはもう、まあ、楽しかったんですけどね、もしくはもうあのあれですよ、年配の人たちがやってるネックホルダーみたいな、あ、ガラケーじゃなくてあれでスマホにしたらいいですよそうです、ね、首からかけるやつ、うん、じゃあじゃあもう1曲ね、聞きますか、あのリクエスト、うん、でもね、はい、僕からのじゃあ聞きますよ、はい、矢さんのリクエスト、うん、かけましょうよ、はい、はい、最近かっこいいなと思ってる曲で、はい、サチモスでステイチューン。しけてますね。いやでも本当にそういうことがあったわけ。そうなんだ、うん、いやそういうことがあったわけ、うん、怖いですね。怖いね。あーこの曲わかる。なんか CM でもね、はいはいはい、聞いたことはあるね。聞いたら聞いたことはある、うん、はい、あると思ったな、ね、自分もそこにあると思ってないとダメージあるよな。ダメージある。しかもタクシー待ってる時に、うん、待ってる時だよ、うん、ただ立ってるだけなのに転んでさ、うん、だから前にも言ったけど、皆さんあの内股だから突っかかるって言いましたけど、うん、違うんですよ。これは確実に老化なんですよ、ね、本当に。で人っても確実に足から弱ってくるんで、はいはい、やっぱり歩かなきゃいけないんですよ、うん、最近運動とか長距離歩いたりとかしてますか？いやーなかなかしてない、ね、ないでしょ。まあバス停までとか、うん、そういう感じ。バス停も真向かいにあるからね。そうなんだだとしたらだって1日で歩く距離って限られるでしょ。そうですね、うん、いやマジで足腰から来るよ。でもやっぱ車に乗り出したら、まあね、自分も今までイベントでダンスとかしてるからまだいいですけど、そうだね、そうだよな。それなかったら本当に動いてないかも、うん、キセカントリークラブ行こうかないや回るだけ。普通はみんなカートで動くから珍しいタイプだからさっき
あ、そうか。で、機内モードにしてルーレットにしたらいいんだな。あ、そっかそっか。あったのとか覚えてないですか？ニノにまではあったとか、それも覚えてないですか？ね、昨日多分スマホ使ってないもんさ。あ、で、いつも後ろケツのポケットに入れてるわけ、はいはいはい、で、座ったら邪魔だからたまにこうやって、ね、はいはいはい、置いておいたりするんだけど、どっかで落としたのかな。あ、そっか、なるほどな。なんかその1軒目から2軒目に移動するタクシーで落としてるかもしれないね。タクシー、ああ、なるほど。でもじゃあその2軒目から家に帰るまでのタクシーはなんか白の上等タクシーだったから、うん、こちら沖東交通だからそれって、うんうん、あ、じゃあ交通にかけた全体の、あ、何乗ったかわかんないんだ、うん、タクシー会社。あ、そうなんだ。そこまで行くときにどのタクシーだって、うん、だかろうじてそのさっき言った2軒目からの上等タクシーっていうのを覚えてたから、うんうんうん、沖東交通って分かったんだけど。場所はどの辺？久米。久米か、うん、うん、久米はもうあの辺はタクシー何社もあるな、うん、何色とかも覚えてないか。夜ですしね。けど確か統括のセンターみたいなのがあるけどね。あ、そうなんだ、うん、それで分かるんだ。だからしばらくそこで預かってなかったら統括センターみたいなとこに行ったような気がするけどね。あ、変えた方がでも早いかな、うん、でしたよね、ツイキャスの皆さんね。なんか今思い出してきましたよ。あ、番組をね、ありがとうございます。そういうことね。ありがとうございます。アーキーさん、ないんですか？ないんです。ないんです。ね、ジョン・カビラでしたっけ？合ってる。合ってます？合ってる。カビラ J か。あ、違うか。ジョン・カビラ。ジョン・カビラでいいんじゃないですか。ジェット・インカージさん、もはや機種変するしかない。まあ、まあ、名古屋のダンサーズさん、とりあえず回線止めましょう。いや、まあ、でも。回線止めてるよ。ね、うん。なんか調べられませんでした？アイクラウド的な。なんか。他の人の携帯でどこにあるみたいな。あ、それ GPS じゃないですか、うん、設定、あ、それは設定しないとね。それが、いや、ある程度バッテリーが切れてるってこと、あの、電源落ちてるからちょっとしたら、ね、あー、うん、そうなんだ。落ちてるっていうのもちょっと気になるけどね。うん、うん、そんな簡単に落ちないと思うけど、電池切れないと思うんだけどな。なるほどね。そっか、じゃあ電話しても意味がないってことですね、うん、今ね、うん、この一番上の番号。そうそうそう、かけてみて。復活してる人も優しい人だ。ああ、そうだね、うん、あ、マイクあげます。はい、サチモツでステイチューンでした。今ね、一応僕かけてみたんですけど、うん、あの、お客様のご都合により今繋がらん携帯。一応回線はじゃあストップしたんですね。そうですね、回線は今ストップさせてます。はい、ということで、見つかることを願っております、はい、ではじゃあここからはコーナー行きましょうか。はい、参りましょう。モノマネ桃太郎思いっきりいったうわ、久しぶり ね、 ね、このコーナーでは桃太郎のあらすじを我々3人がモノマネをしながら読んでいきます。まあ、あの、正直ちょっとね、お聞き苦しいでもあるかと思いますけれどもできるだけ広い心で、うん、お付き合いください。よろしくお願いいたします。頑張る。はい、頑張ります。さあ、今回ラインナップご紹介しましょう、はい、ですね、変えましたよ、はい、前回とガラッと変わりました、うん、1人目、うん、中尾明さん。あ、なるほど、はい、2人目、うん、サンシャイン池崎。あ、今ですね、今ですね。3人目、クレヨンしんちゃん。あ、しんちゃんか。4人目、田村正和さん。おー、はいはいはい、5人目、ゆうさん。あ、6人目、長州力というね。あ、この6人をスマホのルーレットで、これじゃんけんか、じゃんけんして負けた人がルーレットをするんでしたっけ。ああ、ルーレット先にやってじゃんけんか。そうですね、 OK、 そうですね、はい、ということで決めて読んでいきたいと思います。はい、緊張するね、なんかね。本当にこれもうね、もうやだ、もう久しぶりだから、うん、あれ、これどこいたかな。あ、こっちか。頑張ろう。あ、チーンもください。チーンも、あ、チーンもね。じゃあ右にあります。はい、は
はい、はい、じゃあもう早速、はい、いきますか。はい、ではルーレットから、ルーレットから、はい、じゃあいきます。はい、田村正和さん。あ、最初はグーじゃんけんチョキ。うわー、マジ。はい、じゃあいきます。はい、ゆうこの田村正和です。昔々あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で、洗濯をしていると、どんぶらこ、どんぶらこと大きな桃が、流れてきました。おや、これは、いよいよお土産ができたわ。おばあさんは大きな桃を拾い上げて、家に持ち帰りました。はい。じゃあ次行きます。まあ。あ、体力つか。中尾明。いきます。最初はグー、じゃんけんグー。よし。最初はグー、じゃんけんグー。よっしゃー。カンナさん。じゃあ行きます。はい。はい、そしておじいさんとおばあさんが桃を食べようと桃を切ってみると、なんと中から元気のいい男の赤ちゃんが飛び出してきたんです。何が面白いんだよ。これはきっと神様がくださったに違いない。子供のいなかったおじいさんとおばあさんは大喜びです。ねじねじ。桃から生まれた男の子、おじいさんとおばあさんは桃太郎と名付けました。うまいな。うまいね。はあ、もうすごい。拍手してましたけど、ゆうさん。おー、これ難しいな。ゆうさん、最初はグー、じゃんけんチョキ。あー、じゃあ、ゆうこのゆうです。はい、頑張ろう。あ、桃太郎は、すくすく育って、やがて強い男の子になりました。そしてある日、桃太郎が言いましたね。僕、鬼ヶ島へ行って、悪い鬼を退治します。そして、おばあさんに、きび団子を作ってもらうと、鬼ヶ島へ出かけました。おー、よかったよかった大丈夫、よかった。あ、これ違うのがいい。うん、そうですね。クレヨンしんちゃん。あ、最初はグー、じゃんけんチョキ。ああ、イハさん、イハさんのクレヨンしんちゃんです。うん、痛い。旅の途中、なんかエロいけど。旅の途中で犬に出会いました。いや、エロいじゃないな、これは。桃太郎さん、どこへ行くのですか。みさえ、鬼ヶ島へ鬼退治に行くんだ。ここ一番長いパートですからね。え、いや、そうですよ。それでは、お腰につけたきび団子を一つくださいな。お供しますよ、ごほーい。犬はきび団子をもらい、桃太郎のお供になりました。うほほーい。ここまでですね。あ、はいはい、はい、ですか。じゃあ次行きますか。はい、なんか後半ちょっと良くなってきたんだよ、ね。ね、そうじゃない、今最初の出だしはあれだ。クレヨンしんちゃん、また行きましょう。最初はグー、じゃんけんグー。おー、最初はグー、じゃんけんチョキ。はい、こっち。あっしゃ、クレヨンしんちゃんわかんないぞ俺。さん、行きます。どっから、どっから。そしてこっから、そしてからね。そして今度は、あ、記事に出会いました。猿に、猿に出会います。え、どんな、クレヨンしんちゃんどんな。そして今度は猿に出会いました。おい、これ下手だな、これ分からないぞ俺。ママタラさん、どこへ行くのですか。鬼ヶ島へ鬼退治に行くんだ。おい、ひまわり。それではお越しにつけたきび団子を一つくださいな。お供しますよ、ブリブリ。あ、そして今度はキジに出会いました。
ここまででいいんじゃないですか。いや、桃太郎、最後まで行きましょう。桃太郎さん、どこへ行くんですか。鬼ヶ島、鬼谷に行くんだ。それでは、お腰につけたきび団子を一つくださいな。お供しますよ。こうしている猿、猿キジの仲間を手に入れた桃太郎は、ついに、鬼ヶ島へ、やっていきましょう。なかなか全然わからないですね。中学生のヤンキーみたいな。ツイキャスの皆さんも誰が一番良くて誰が悪かったとか、ね、ちょっといろいろ書いてください。完全に志村健さんでしたよね。そうです、志村健さん。はい、次、長州力。あ、これだったらいくらでもできたな。最初はグー、じゃんけんパー、あいこでグー、よし、最初はグー、じゃんけんグー、あいこでグー、あいこでグー、あいこでパー。あ、でも長州力だから全然できますよ。はい、大丈夫です。いや、鬼ヶ島では鬼たちが近くの村から盗んだ宝物とかごちそう並べて、ね、酒盛りの真っ最中ですよ。まあ、切れてないですよ。みんな抜かるなよ。抜かる、またぐなよ。またぐな、またぐ、それかかれ。かかれ。犬は鬼の尻に噛みつき、猿は鬼の背中を引っかき、キジはくちばしを鬼のど真ん中の目をつきましたな。何これタコこれ。はい、うまいな。うまいな。次いきます。出た、何、サンシャイン池崎。あー、これ一番やりたくないな。最初はグジャケット、よしよしよし、最初はグジャケット、絶対パーだ。じゃあ岩さんの三者池崎です。どうぞ。イエーイ。そして桃太郎も刀を振り回して空前絶後の大暴れです。あまりの強い桃太郎にとうとう鬼の親分が参った参った、こうちゃんだ、イエーイ、助けてくれと手をついて謝りました。叫べばいいと思ってる。最後息切れした。クラクラする。これ最後、次最後なんですけど、ね、誰がいいですか。もう最後一応みんな行ったんで、みんな行きましたね。ああ、はい、あ、そうですか、うん、なるほど。じゃあ普通にやりますね、もうね、はい、まあ、田村正和さん、いきましょう。最初はグじゃんけんグ、最初はグじゃんけんパ、よし。おい、やったよね、田村正和で。やりました。もう一回聞きましょう。はい、じゃあゆうこの田村正和、よし、頑張ろう。はい、桃太郎と犬と猿と雉は、鬼から取り上げた宝物を車に積んで、元気よく家に帰りました。はい、おじいさんとおばあさんは、桃太郎と、無事な姿を見て大喜びです。はい、うん、そして3人は、宝物のおかげで、幸せに暮らしましたとさ。おしまい。ちょっと途中、武田鉄矢さんになってませんでした。うそ。似てない。帰りました、はい。ちょっと入っちゃった。入ってました。いやー、まあ、こんなですね。こんな感じで、ね、マジで体力使う。ちょっと使いますね、いろいろね。久しぶりだったんでね。ね。うん。いやー、これけどちょっと他のも聞いてみたい気がしますけどね。うん、まあ、ちょっとでも、うん、マジでサンシャイン池崎ちょっときついからやってみて。やってみる。やってみます。じゃあ最初のやつでやります。はいはいはい、サンシャインお二人やってみます。ちょっとわかりました。二人でじゃあゆうこ先やってみます。 OK です。はい、じゃあやってみましょう。最初のとこね、じゃあ、はい、流れてきましたまでで、はい、はい、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは空前絶後の山へ
しばかりにおばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしているとダンブラカーダンブラカーと大きな桃が流れてきました。じゃあ続けていきますか、はい、うん、本気でやっていい、はい、本気でやってます。イエーイ偶然絶後の超絶豪華のピン芸人笑い飯笑いやされたのだ。ただのネタだ。ネタや。おや、これは良いお土産ができたわ。ボフ。おお。おお。おばあさんは大きな桃を拾い上げて家に持ち帰って行きました。いいね。ボフが。でありがとうございます。クオリティ高かったですね。ありがとうございます。リアルリアル。もう少し長かったら暗証番号の下りまでやろうかなと思いましたけど。短かったんでね。はい。僕喋る仕事してるんですけどね。たまに無茶するんですよこうやって。ちょっとクラクラしないちょっとね。ちょっとしますね。これやっぱサンシャイン池崎さんってすごいんですよ。すごいですよあの人。体力ってもね。前なんか言ってんだろ一日。はい、ということで疲れた。じゃあ以上ですね。はい、はい、以上モノマネロボタルでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ギノガルフ。リス違うやツイキャスの皆さん3人で今日一番ひどかった人、うん、そうですね、誰だろう、誰か罰ゲームというふうにしたいと思いますんで、一番、頑張ってなかった人、一番似てなかった人などなどを挙げてください、うん、お願いします。よろしくお願いします。カンナ、イハ、ユウコでお願いします。はいはい、やっぱ喉怖いね。怖いこれ。あれギリギリですね。本当すごいね。サウロさん引き抜いて。サウロさんごめんなさいね。ありがとうございます。苦手なモノマネ桃太郎に限って友達が見てます。ありがとうチャッキー。嬉しいね。あさっきから優子出ます。多分優子の罰ゲーム見たんでしょ。そういうこと。もう。ね、そういうことか。それはあっさ。あ、そうか、言うものが見たいってパターンもあるんだね、うん、いやいやいや、そういうやり方もあるんですね。自分結構田原さんうまいと思うんですけど、いや、似てなかったですねでも、っては言いますよね。じゃんけんグー、じゃんけんパー、あ、グーだ最初はグー、じゃんけんパー、あ、グーだあ、グーだいや、そんなのやめてくれないかな。ギノガルフ。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りしました。さあ、モノマネ桃太郎久しぶりにやったんですけど、うん、今日3人の中で一番こう、うん、まあ出来が悪かったというか、はい、ひどかった人を一人、挙げていただいて、うん、で、その一人罰ゲームしようかなと思います。はい。はい、なので今ツイキャスの皆さんからもね、コメントいただいておりますけど、じゃあちょっとギャラリーの皆さんの。はい。ご意見も参考にさせていただきたいと思います。3人でじゃあひどかったと思う人順番にいきます。まず、神田邦弘だと思う人手を挙げてください。お、誰もいない、はい、じゃあ続いていきましょう。優子だと思う人手を挙げてください。おお、はい、伊波優作だと思う人手を挙げてください。全員1、2、3、4、5、5票入りました。ありがとうございます。はい、あとはじゃあツイキャスの皆さん、はい、水に刺した花さん、カンナさんかな、そしてカンナのクレヨンしんちゃんもちょっと、タッケさん、カンナさんのしんちゃん、うん、あ、確かにひどかったですね、うん、これはね、あとは青井ソニコさん、ゆうこのゆう、ゆうこのゆうはなかなかね、よかったですけどね、ゆうね、思ったけどな、沖縄にわんちゅうさん、志村けんさん風のしんちゃん、ひどかったね。あ、つよぽんさん、クニフィーのあわやのりこ、やってないですね。はい、という感じで、これはもうじゃあ伊波さんでいいんですかね。ツイキャスにも出てますね。いっぱい来てます。伊波さん、じゃあ今日何しますか。これします。洗濯バサミ。洗濯バサミか。顔洗濯バサミ。イエーイ、うん、耳と鼻でしたよね、これ、ね、はい、ちょっと怖いね、はい、耳タブとかね、はい、あれですよ、ゆうこ、はい、1個耳タブで、うん、1個反対側は口にしましょうか、うわ、両方、いやいや、下唇とか、いや
大丈夫です大丈夫です、はい、痛いそんな感じよし、よく引いていいですか。ちゃんとあのカメラをもう少しヤサさん手前に。痛い、あ、いいですね、いいですね、怖、はい、行きましょう、怖、はい、ヤサさんそこまで、そこまで、怖、はい、一気に、一気にパチンって言ってください。行きますよ、はい、3、怖い、2、あちょっめっちゃ思いっきり言ったよ今言うこあ、そうそうそう、痛がる時はこうです。はい、ありがとうございました。大丈夫です、これ本当痛いからね。ごめんなさい。いや、いいと思います。相変わらず1で引くね。0じゃなくて、ね、なんかね、そんなのが面白いじゃないですか。はい、ありがとうございました。さあ、というところでもうエンディング迎えております、はい、じゃあ告知いきましょうか、ゆうこ。はい、はい、今週はイベントがありません。お、珍しい。はい、珍しいんですけど、うんうん、実は日曜日にですね、いつもは定期イベントとか、うん、他のイベントに出させてもらってるんですけど、うん、OBP 実は CM が決まりまして、おお、マジで。まだちょっと詳細は教えられないんですけど、はい、その CM の撮影をしてきます。あ、なるほど、なので今週はイベント休みです。なるほどなんですね。じゃあまたその展開を楽しみに、はい、ぜひ楽しみにしててください。はい、イヤさんどうですか。はい、僕はそうですね、土曜日に同級生の飲み会があるっていうことです、ね、うん、もうお願いだからスマホをまた見つけてください、はい、よろしくお願いします、はい、ですね、じゃあ僕からお知らせなんですけれども、はい、ね、行っちゃおうかな、うん、あのですね、うん、スポーツフォーカルなんですけど、はい、今週スペシャルゲストウィークなんですよ。ほうほう、明日ザ・先島ミーティングの2人が、あの下地さんさんと荒井由紀人さん来るんですけど、はいはい、木曜日に、うん、AKB48 から4人来ます、すごい、すごいね。あ、総選挙の、ま、そうです、来月あるじゃないですか。はいはいはい、はい、4人来ます。あ、ちょっと誰っていうのはね、ちょっとまだ、ね、言えないんですけれども、4人来ますので、すごい。もう一つ言うと、あの去年の総選挙、そのうちの一人は去年の総選挙10位台の方が来ます、すごい、はい、ちょっとそれはお楽しみにということで、すごい、 すごいですね、はい、それはね、ですね、はい、そのぐらいです。もう部長がもう見たらすぐ、はい、行く行くって手挙げてる、ね、写真部部長、まあまあ入り待ち出待ちならできるかもしれない、ね、あのギャラリースペースとかないですからね、RBC はね、そうですね、ちょっとなかなかそれは難しいんで、はい、はい、ということが待っております。さあ、という感じですけれども、はい、今日いかがでしたか。いや、もう僕はもう本当にちょっと、うん、スマホがなくてちょっとブルーですね、うん、本当にあのお店にはあると思ってたんで、ね、確かに、はい、なくて、さらに罰ゲームまで受けて、罰ゲームも受けて、はい、もう、うん、落ちるとこまで落ちました。ゆうこどうでしたか。いや、自分結構田村さんのモノマネうまいと思ってたんですけど、うん、そうでもなかったみたいなので、そうでもないですね。なんかもっと頑張ります。はい、僕は今ちょっとずつ喉が痛くなってきてるので池崎高校の喉飴を舐めたいと思います、ね、はい、というところでお時間です。ギノガルフ、お相手は神田邦弘と伊波優作と OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子でした。また来週火曜の夜9時にお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。バイバーイ。バーイ。おい、はい、お疲れ様。ありがとうございます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 。ありがとうございました。ではでは。はい、あ、ジェットインゴジさん、伊波さんの携帯見つかりますようにということ。嬉しい。沖縄ニュアンチュールさんも伊波さん元気出してねということで、優しい、はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではでは。